アスコットとは、日本の競争馬である。尾形慶作りが、長教師と騎手を兼務し、1934年春季の、メグロ提出五章点などを特殊競争五章を含む17章を挙げた。その引退後は、馬術競技場に転身し、バロン西の通称で知られる、西竹一と共に総合馬術競技日本代表として1936年の、 ベルリンオリンピックに出場した。当時は、即音の表記が許可されていなかったため、字はアスコットであるが、発音はアスコットである。以下、同様に記述する。区内省下うさ五両牧場生産。父は、シアペルブラムプトン。母は、小祝農場が、イギリスより導入した品馬プロポンチスの時後、次期語、シ一歳年上の、全兄には、 当時最強馬の一頭であった若草がいた。3歳秋に、五両牧場主催のセリーチに上場され、当時、小型の雇用種であった、他が初めに落札された。全体に貧弱な馬体で、脚部の状態にも不安が見られたため、高額馬には一万五千円以上の値がつく中、その落札額は八千円であった。調教が始められてからも、 小型は大きな手応えを感じていなかったが、性格は、温順、素直で、教えることをよく飲み込み、口向きが軽いことに非常に驚いたという。さらに調教が進むにつれて、小型は、アスコットの溝ぞにある根性を監視し、当初心配されたほど足元の状態も悪くなかった、ことから、リーは格差と同様の活躍が期待されていった。バッシュの田川、 元宮内政でお召し馬車の御車を務めており、この頃の経験に基づき、足元を丈夫にするため、尾形の知らないところで坂道を毎日引き歩かせていたという。1933年、中山4000メートル優勝時、騎手、尾形形作り、馬車、田がはじめ。1931年10月11日、通常より半年遅れの中山周期開催でデビュー。 小形が帰場し、初戦勝利を挙げた。翌週の新小場優勝戦も連勝、翌月の目黒開催を4戦2勝とし、通算7004勝2着3回で当年のシーズンを終えた。翌1932年1月には、阪神へ遠征し、鳴ル競馬場で行われた大礼記念に優勝。異号町の具合を悪くして、春季は8戦0 0 3勝で終えたが、 周期開催では副長氏、根岸、目黒の提出後昇天における2着2回を含む16戦6勝とした。最後のシーズンとなった1933年春季開催では、中山4000メートルに優勝の後、目黒に転じて、提出後昇天に優勝。他目黒記念、引退レースとなった5月の横浜特別に優勝し、6004勝2着2回。 通算35戦17勝2着13回の成績で競争生活から退いた。総獲得賞金68,423円は当時の最多記録であった。アスコット引き渡しの翌正月小型邸にて、最前列中央に東国の宮俊彦王、右2番目に小型、右4番が目にいたが、右6番目は少年時代の小型森次ぐ 西武一競争馬引退後は、種ボバ入りの道もあったが、オリンピック用の馬術競技場として、転用の話が持ち上がり、同年5月25日には、田賀と尾形が、東国の宮俊彦邸を訪れ、アスコットを寄贈した。東国の宮は、アスコットの訓練を陸軍騎兵学校に依頼し、ロサンゼルス五輪障害飛び越し競技の金メダリスト、西武一が、担当者となった。 西が金メダルを獲得した時の騎乗馬、ウラヌスはフランスサンバであり、ベルリンでは国産馬でのメダル獲得が期待され、これを託されたのがアスコットであった。その後訓練が続けられ、1936年ドイツベルリンでの夏季オリンピックに臨んだ。この大会には日本から3頭が出場し、障害飛び越しの代表馬は前回大会の優勝馬ウラヌスであった。 アスコットは、総合馬術での出場で、初日は、馬バ馬術であった。その馬体は、競技委員長グスター・フラウより、非常に立派な、注目に値する、日本産純血馬との評価を受けたが、肝心の競技では、西との呼吸が合わず34位と出遅れた。しかし2日目の野外耐久審査では、途中で沼にはまるアクシデントがありながら5位に入り、総合11位に上昇。 最終日の障害飛び越しも、設置障害の大きい一本を落としたが無難にこなし、最終的に50頭中12位の成績で、オリンピックを終えた。後に西は、総合の順位では3着以内には入れなかったが、その功績は3頭以内に入れる資格を持っていたと断言できる、我が国サンバの能力が優秀で、堂々世界各国の春馬に互いして劣らないことを、 示したのが本大会の一大収穫だったと30を送った。小形はアスコットが数々の難関を切り抜けて野外機場でゴールに入ったという報告を聞いた時は競馬で勝った時より嬉しかったと10回し、さらにアスコットはもう一年も調教したら国際競技用馬として大成したと思う。何しろ蘇生が良く精神が良いから、 教えられた通りによく覚える馬だったと語っている。なお、アスコットの他に五輪馬術競技で日本代表となった元競争馬には1976年モントリオール大会の総合馬術に出場したインター日ン1988年ソウル大会と1992年バルセロナ大会の障害飛び越しに出場したミルキーウェイがいる。前者は 野外耐久審査で途中棄権して、失権、後者は、それぞれの大会で67位39位という成績であった。その後アスコットは1940年に予定されていた、東京オリンピックに向けての訓練を積んでいたが、六尾橋事件の発生、第二次世界大戦劇会の過程で、同大会は中止となり、アスコットの二度目の挑戦もここで途絶えた。 その後アスコットは1941年頃まで全国の馬術競技会に出場した後、東京都長官に寄贈されたと伝えられているが、戦況悪化による混乱もあり、没年や最後については明らかになっていない。祖母、プロポンチスは、小祝い場が1907年にイギリスより輸入した20頭の繁殖品馬のうちの1頭。子孫からは数々の活躍馬が出ている。 ありがとうございます。